チャーンド・カウルは、北インドのパンジャーブ地方、シク王国の接生。1812年、後に、シク王国の君主となる、カラク・シングの日となり、1821年3月9日に、息子のナウ・ニハール・シングを生んだ。1840年11月6日、シク王国の君主であった息子のナウ・ニハール・シングが、死亡した際、その未亡人、サーヒブ・カウルが妊娠していたことで、 ランジートシングの息子シェールシングを押す声を知りけ、12月2日には、その摂政として王国を統治することを宣した。1841年1月13日、シェールシングが、不評2万五千、騎兵8千、大砲45門でラホールを包囲し、チャーンドカウルは5千の兵と共に牢状を余儀なくされた。結局、1月18日に、 両者の間で停戦が取り決められ、シェールシングが王となり、チャーンドカウルは9万ルピーの年金とともに、宮殿で年金生活者となった。同年7月にサーヒブカウルがナウニハールシングの息子を出産したが、死産であったため、チャーンドカウルは、その正当性を失うこととなった。1842年6月11日、チャーンドカウルは、 シェールシングの支持者によって木製の矛で頭を砕かれて暗殺された。チャーンドカウル。ありがとうございます。